はい、皆さんこんばんは。うちのアタックチャンネルです。今回はユイレールのたった1編成で製造が終わった車両に乗ってみたということで動画をお伝えいたします。その1編成で製造が終わったユイレールというのが今やってきている車両になります。やってまいりました。アンパンマンのラッピングをした車両となっております。外から見た感じは普通となっております。しかし車内が変わっております。どんな感じで変わっているのか早速見ていきたいと思います。はい、まず変わっている点の一つ目が乗務員室のすぐ後ろのスペースとなります。こんな感じで前面展望を楽しむための座席はなく、進行方向左側にスーツケースなどが置けるスペース、そして右側はフリースペースとなっております。今回ご紹介しております車両以外にはこんな感じで乗務員室の後ろには前面展望を楽しむための座席があります。参考までにこちらは新型車両の車内となっております。そしてこちらが今回ご紹介しております車両と同じタイプの少し古めの車両の車内となっております。こんな感じでユイレールといえばの特徴の一つ、前面展望を楽しむための座席は基本的にはありますが、こちらの編成だけありません。こんな感じで当たり前ではありますが、座るなという注意書きまで書かれております。こちらの車両以外に当たれば座ることはできますので、少し悲しくなります。変わっている点二つ目は、座席についております握り棒の数です。こんな感じで各座席真ん中に3本、ドア付近のもの合わせて5本あります。参考までにこちらは新型車両になりますが、こんな感じで各座席真ん中には2本、左右のもの合わせて4本と今回ご紹介しております車両よりも1本少なくなっております。そしてこちらが今回ご紹介しております車両と同じタイプの旧型車両の車内ですが、なんとこちらには真ん中に握り棒はなく左右に1本ずつしかありません。そして変わっている点3つ目はホームとモノレールの間です。こんな感じで隙間がほとんどないのがお分かりいただけるかと思います。参考までにこちらは今回ご紹介しております車両と同じタイプの旧型車両になりますが、こんな感じでホームとモノレールの間が少し空いているのがお分かりいただけるかと思います。そしてこちらが新型車両のホームとモノレールの間になりますが、こんな感じで今回ご紹介しております車両と同じくらい隙間は埋められているのかなと思います。そして変わっている点4つ目は蛍光灯になります。こんな感じで白色の LED タイプのものが採用されております。こちらは今回ご紹介しております車両と同じタイプの旧型車両ですが、こんな感じで LED ではありません。そしてこちらが新型車両で、今回ご紹介しております車両と同じタイプの蛍光灯が使われております。そして変わっている点5つ目は車両と車両の間部分になります。こんな感じで境目にはドアがあるのがお分かりいただけるかと思います。参考までにこちらは今回ご紹介しております車両と同じタイプの旧型車両になりますが、こんな感じで境目の部分にはドアはありません。そしてこちらが新型車両になりますが、新型車両にはこんな感じで車両と車両の境目にはドアはあります。それでは少しの間こちらの1編成しかないユイレールの旅をお楽しみいただければなと思います。The next station is Uyasoe Maeda. The station number is 8.
はい、というわけでここまでユイレールのたった1編成しかない車両に乗ってきましたが、いかがだったでしょうか。こんな感じで沖縄にも面白い鉄道がありますので、
ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。